and felt so sad in the darkness. So I opened them again, but all I saw was a lonesome road running towards a wilderness. Oh, you stars of fate, destined to shatter us in pieces, just shine on me silently. I will be on my way with bluish white cheeks. I will be on my way. Farewell to you, the Pleiades. Every time I breathe, the cold wind whistles in my chest, but my heart keeps warm in the pursuit of my dream. Oh, you nameless sparkling stars, just end your lives brilliantly. I too will be on my way, following the voice of my heart. I too will be on my way. Farewell to you, the Pleiades. Oh, someday someone may go this road. Oh, someday someone may go this road. I will be on my way with bluish white cheeks. I will be on my way. Farewell to you, the Pleiades. I will be on my way. Farewell to you, the Pleiades. その彼方の時の果て、まだ見あらぬ夢のその夢の中、永遠の時の緩やかな心の鼓動、優しくもぬくもりのあるあなたの声、ただひたすら私はそれに耳を傾ける。この研ぎ澄まされた宇宙のその一角、私は命を受け、この世界に生まれた。光と分子が織りなすこの世界に生まれた。地球というその名の大地の上に、その不可思議さ、その厳粛さ、満天の星々は地平線から輝き、その天空は視野を覆い尽くす。果てしない宇宙は底なしの海、不安と恐怖、そして孤独と絶望、自らの無力に私はただただおののく。私は懸命に命を燃やした。その心は恐れを知らぬ幼児のよう、はしゃぎ騒ぎ叫び、そして泣く。喜び悔やみ悲しみ、そして笑う。無我夢中で私は命を蹴散らした。私の前には光はなく、後ろにもない。星が瞬くより早く、時は流れる。その切なさに身を焦がし、
思わず手を握る。時を止まれと。が時の流れは無常、そのまま指の間からこぼれ出る。神よ、私はあなたの声を聞いた。あの朝、私はあなたの声を聞いた。今行くよと。その優しさ、その気高さ、私はその声に震えて外に出た。ならば教えてほしい。私はなぜここに生まれたのか。私はなぜここに生きているのか。そして私はなぜ死ななければならないのか。なぜか、なぜか。遠くで誰かがこうささやく。いつもあなたのそばにいますよと。その声は母なる大地の声。響きは魂を揺さぶり、心を温かく包む。熱い涙で私は静かに頬を濡らす。もういいのよ、苦しまなくていいのよと。また遠くで誰かがこうささやく。私はその響きに身を委ねる。静かに潤んだ目を閉じる。体を緩め、心を休める。人間は生きてきたし、今も生きている。人間はこれからもずっとずっと生きていく。深淵のその彼方の時の果て、遠くに光る白い星、その星に向かって私はまた前に向かって歩き始める。
This is a painting of Giorgio Vasari in the Renaissance. In this picture, many ciphers were hidden. Please be careful about the lady on the front left. This lady has a right angle ruler and a compass in her right hand. A right angle ruler and a compass are also the current Freemason symbol marks. Why is a Masonic symbol drawn in such a place? But there is a hint to solve the mystery in this picture itself. Please note the two people in the foreground. In these two people, you can read and know that the number 12 was hidden. It is number 12. 12 is a sacred number of Nifuru Sag. When you know this, you will also know that the man on her left side is Enki. Nifuru Sag and Enki are gods who remodeled human beings. It is believed that Nifuru Sag and Enki were a couple as well as a sister and a brother. In other words, the square and the compass symbolize the modification of human beings. But that was not a point for today's video. A much bigger secret was hidden in this picture. It is a secret that even Giorgio Vasari at the time of the 1500s could not know. I repeat it again. It is a secret that even Giorgio Vasari at the time of the 1500s could not know. It is exactly impossible possibility. This video is a video about the mystery. これはルネサンスの時代にジョルジョ・ヴァザーリの描いた絵です。この絵の中には多くの暗号が隠されていました。手前左の人物に注意してください。この人は向かって左側の右手に触覚定規とコンパスを持っています。触覚定規とコンパスは現在のフリーメイソンのシンボルマークにもなっていますが、なぜこんなところにフリーメイソンのシンボルマークが描かれているのでしょうか。が、その謎を解くヒントはこの絵の中にありました。手前の2人の人物に注意してください。この2人の人物の中に12という数字が隠し込まれていました。12です。12というのはニンフルサグの神聖数です。となるとその右にいるのは延期ということになります。ニンフルサグと延期は人間を改造した神です。つまり直角定規とコンパスはその改造を象徴したものということになりますが、それだけではありませんでした。この絵の中にはさらに大きな秘密が隠されていました。1500年代当時のヴァザーリが知る由もなかった秘密です。繰り返します。1500年代当時のヴァザーリが知る由もなかった秘密です。まさにありえない秘密です。この動画はそれについての動画です。広志林、浜松シティ、ジャパン。そのジョルジオ・ヴァザーリの描いた絵をもう一度検証し直してみました。これがその絵です。いろいろな説明がなされていますが、あまり意味がありません。この絵の今キー枠で囲った部分に注意してください。この中にどうやら27という数字が隠し込まれているように思います。まあそのようにも見えるというレベルの話かもしれませんが、27と読んでもおかしくないと思います。で、これは27なのでしょうか。もし27であるとするならば、27はユダヤのゲマトリアで解読するとカインとなります。そこで
ファザーリの師匠と言われているミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いたカインと比較してみます。左がファザーリの絵です。右がミケランジェロの描いた絵です。でこの両者はポーズが大変よく似ている点に注意してください。ポーズがよく似ている。他の場所でもミケランジェロはこのような形で多くの暗号を残しています。でこれもその中の一つではないかと私は考えています。そこで拡大して顔を比較してみます。左がヴァザーリ、右がミケランジェロですが、この両者は似ているといえば似ていますが、似ていないといえば似ていないということで、ここでは一応クエスチョンマークをつけておきます。つまり仮説の前提ということになります。でこれはカインなのかどうかということになります。でカインであるかどうかは別にして、この絵の中に登場している神々をもう一度整理してみたいと思います。詳しくはこの続く動画の中で皆さんに説明します。左下にいるのがニンフルサグということになります。そしてその右が塩基ですね。そしてこの赤い枠の部分を拡大してみます。するとそこには合計4人の人が描かれているのが分かります。拡大してみます。この羊は私はイシュタールと判断しました。そしてその左にいるのがマルドゥク、バホメットの顔をしています。そして右上にいるのがエンディルということになります。恐ろしいライオン顔をしています。それについての動画もこの後につなげておきます。つまりここに描かれているのは古代の神々であるということになります。で昨日2019年7月12日サザレ石さんという方からこんな書き込みをいただきました。バザーリのこの絵においては左の女性はニンフルサグ、右の男性は塩基として地球儀をマルドックとイナンナが取り合っている絵だとすれば、この絵はゼカリア出身の地球年代記に描かれている第二次ピラミッド戦争後の和平会議に関わる絵ではないかと連想しています。この会議はニンフルサグの召集で行われ、そこで地球の分割支配が確認され、エジプトの支配権がマルドックからトスに移されたとあります。この絵の右側のひためがちに去っていく格好の男性はカイン、すなわちマルドゥックに似ているようにも見えてきます。とそこでゼカリア出陳書の地球年代記の冒頭の部分から第二次ピラミッド戦争までの部分を翻訳してみました。
この辺りから第二次ピラミッド戦争へと話がつながっていきます。 Opposed to the resulting control of all the space facilities by Enki's descendants, the Enlilites launched the Second Pyramid War. The victorious Ninurta emptied the Great Pyramid of its equipment. Nifusak, half-sister of Enki and Enril, convenes peace conference. The division of Earth is reaffirmed. Rule over Egypt transferred from the Ra or Marduk dynasty to that of Thoth. Heliopolis built as a substitute beacon city. サザレ石さんがですね、書き込みの中で第二次ピラミッド戦争の内容とよく似ているとおっしゃっている部分はこの部分ということになります。もう一度この部分を正確に読んでみたいと思います。 ラー、つまりマルドゥックは延期の長男であったが、オシリスとセスの間でエジプトを分割して与えた。セスはオシリスを排除し、ナイルの谷の支配を自分のものとした。ホルスが第一次ピラミッド戦争を仕掛け、彼の父のオシリスの復讐を果たした。セスはアジアに逃れ、シナイ半島とカナンを確保した。延期の子孫たちによる宇宙の施設が支配されることに反対し、エンリル一派は第二次ピラミッド戦争を仕掛けた。延期の二分の一の姉であるニンフルサグは和平会議を招集した。地球の分割支配が確認された。エジプトの支配権はラー・マルドゥックからトスに移された。ヘリオポリスがビーコン、つまり東大都市の代替都市として建てられた。つまりサザレ石さんはですね、この延期の地球年代記の第二次ピラミッド戦争の部分の記述とジョルジョ・ヴァザーリの絵の中の様子が一致しているのではないかということなんですね。確かに一致しています。ただ一つの穴はですね、この第二次ピラミッド戦争の最中にはですね、まだイナンナ・イシュタールはこの宇宙には存在しなかったのではないかということです。またその名前がですね、この地球年代記の中には出てきていませんが、地球を挟んでマルドゥックとイナナ・シュタールが何やら話し合っている様子を見るとですね、つまりは地球分割の話し合いをしているような雰囲気でもあるわけです。つまりこうした神々の戦争の流れがですね、ジョルジョ・ヴァザーリの絵の中に表現されていると考えることは間違っていないと私は考えています。で、結論ということになりますが、ジョルジョ・ヴァザーリの絵の中の様子が第二次ピラミッド戦争の様子を描いたものであるかどうかということは別にしてですね、1500年代のジョルジョ・ヴァザーリがですね、いわゆる神々のこうした戦争をですね、知っていたとは到底考えられないわけです。こうした神々の戦争を知ったのはゼカリア・シッチンが粘土版を解読して、またその時が初めてだったということです。つまり繰り返しますが、ジョルジョ・ヴァザーリがですね、このような神々の戦争を知るということは当時としてはありえなかったということですが、そうした様子がですね、こうした絵の中に描かれているということはですね、言い換えるとなぜそれをジョルジョ・ヴァザーリが知れたかという問題へとつながっていくわけです。さらに言えばですね、ダ・ヴィンチ、ミケラランジェロと並んでジョルジョ・ヴァザーリもまた1500年後のイエスの、つまりは代理人であったという可能性がぐんと高くなってきました。その一つがこの謎めいた絵ということになります。この絵の中には
そういう、まあ、底知れぬ謎が隠されているということになります。さだれ石さん、どうもありがとうございました。 Bye for now。In order to find the Pleiades, face the southern sky. Find Sirius first. っているかのようにも見えます。が、それだけではありません。羊の向かって右側、羊の後ろに注意してください。羊が描かれています。その後ろに一人の人物が描かれています。この人物は誰かということですけども、バフォメットの向かって左側、バフォメットの後ろに描かれている、私がプレアディス星団と判断した星と同じように対象させて考えてみないと、この謎は解けないのではないかと考えています。つまり羊の後ろには謎の人物、そしてバフォメットの後ろにはプレアデス星団が描かれているということです。これは何を意味するのでしょうか。この謎を解くために、羊の後ろにいる人物を拡大してみました。何やら険しい顔の人物が浮かび上がってきました。さらに拡大してみます。顔中ひげだらけの何やら恐ろしい形相の人間ということになりますが、これは本当に人間なのでしょうか。今までの流れからすると、ここに描かれていてもおかしくない人物はアヌ王、もしくはその息子のエンリルということになります。一般にはエンリルは恐ろしい顔のライオン顔で表現されています。そのエンリルに酷似しています。この写真はミトラ教の地下洞窟における神事の様子を描いたものですが、そこにはエンリルはこのように表現されています。他にも今も言いましたように、エンリルは一般には恐ろしいライオン顔で表現されています。つまり羊の右後ろに描かれているのはエンリルということになります。つまりエンリルが羊、つまりイナンナ・イシュタールを助けている図とも解釈できるということになります。となると、向かって左側に描いてあるバフォメットはですね、プレアデスと深い関係のある神ということになるのではないでしょうか。が、プレアデスといえばですね、プレアデス星人ということになります。そのことについてはこれから一連の動画の中で説明しますが、要するに、つまり分かりやすく言えばですね、イナンナ・シュタール、そしてマルドゥックの宗教戦争の背後にはそれぞれ上位の神がいるということになるのではないでしょうか。つまりイシュタールに対してはエンリル、そしてバルドゥックに対してはプレアデス星人というようにです。今の段階ではとんでもない仮説のようにも考えられますが、しかし一連の流れからするとですね、それもありということになるわけです。なおかつ16世紀に活躍したジョルジョ・ヴァザーリがですね、こうした事実を知っていたというのも大きな謎ということになります。こうした事実を発見し、そして整理したのは2012年以後の私、林浩司だからです。どうしてこんな事実を16世紀のジョルジョ・ヴァザーリが知っていたかということも、今も言いましたように大きな謎ということになりますが、そんな謎の中でも一つだけはっきりしていることがあります。これだけは
はっきりしています。つまりこの地球は私たち地球人人間のものではないということです。Wikipedia English writes that Giorgio Vasari, 1511 to 1574, was an Italian painter, architect, writer, and historian, and was most famous today for his Lives of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, which was considered the ideological foundation of art historical writing.ジョルジオ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子、画家、建築家、作家、そして歴史家、芸術家列伝、つまりミケランジェロを中心にルネサンス期の芸術家の評伝を書いたことでも知られています。この中で再生、つまりリナシタという用語を用いており、それがルネサンスという言葉につながったとも言われています。広志林浜松セリージャパン。ジョルジオ・ヴァザーリはこんな絵を描いています。いろいろな説明がなされていますが、それはさておき、この中央の部分に注意してください。この赤枠で囲った部分です。ここに描かれているのは盾と思われますが、そのデザインが大変気になります。中央に地球
義あるいは地球らしきものが描かれていて、その左右に奇妙な動物が2匹描かれています。私林博士は向かって左側の動物らしきものはバフォメットと判断しました。そして向かって右側に描かれているのは羊と判断しました。バフォメット、つまりイエス・キリスト、そして羊マリアということになります。その2匹の動物が地球を挟んで、つまりは地球を取り合っているかのように見えます。バフォメットの絵は私が知る限り最も古い絵ということになりますが、ダヴィンチ自身もバフォメットを描いています。サルバドール・ムンディ、世界の救世主という絵ですけども、これはある意味で騙し絵になっています。サルバドール・ムンディの絵を逆さまにし、髪の毛に着色してみると、つまりそれはそのままバフォメットの顔になります。左右比較してみてください。それを裏付ける一つの証拠として、バフォメットとそしてサルバドール・ムンディのハンドジェスチャーに注意してください。共にサバジオスの手を表現しています。ここが今日の大切なポイントですから、もう一度確認しておいてください。ジョルジオ・バザーリのこの絵の中央に盾のようなものが描かれ、その中心に地球が描かれ、左右に左にバフォメット、そして右に羊が描かれています。バフォメットイコールイエス、羊イコールマリアイコールローマンカトリックと私林博士は判断しています。そのバフォメットとマリアとなると、その手前に描かれている二人の人物は誰かということになります。ここが今日の重要なテーマということになります。なお、ここに描かれているのがバフォメットであるということは、例えば顎の下のひげ、そしてもちろん角などが一致しているからです。注意深くご覧ください。いろいろ言われていますが、バフォメット最古の絵はこのジョルジオ・バザーリの絵の中にあったということになります。なぜバザーリはこんな絵を描いたのでしょうか。そこでさらにこの絵を検証してみます。向かって左側の女性に注意してください。女性の向かって左側の右腕に注意してください。この赤い丸をつけた部分ですけども、この女性はこの腕の中に直角定規とコンパスを持っています。言うまでもなくフリーメイソンのシンボルマークへとつながっていきます。そして向かって右側、つまり中央に描かれている男性に注意してください。この男性の背中にはヒレが表現されています。つまり少なくとも人間ではないということになります。このヒレに注意してください。ジョルジョ・バザーリは他の自分の絵の中でもやはりヒレをあちこちに描いています。左の絵もジョルジオ・バザーリの絵ですけども、ここに描かれている子供の背中にもヒレが描かれています。全く同じであるという点に注意してください。そしてさらにミケランジェロの絵の中にも同じヒレが描かれています。システィーナ天井画のノアと三人の息子と題されたこの絵です。この絵の中の下にかがんでいる息子の一人に注意してください。全く同じヒレが描かれています。もっともジョルジョ・バザーリはミケランジェロの弟子であったということですから、このような形で
まあ、ヒレがですね、一致していたとしてもおかしくはありません。がしかし、筋肉のつき方、筋肉の様子、体の、まあ、何ですかね、表現の仕方まで同じであるという点に注意してください。今ご覧いただいているのは、そのヒレということになります。となると、この二人の人物は誰か、あるいはどのように捉えたらよいのかということになります。中央の盾の中には、イエス、イコールバフォメットが描かれています。そしてマリア、イコールローマンカトリックも描かれています。となると、それ以上の人物ということになります。もう一度、ジョルジョ・バザーリの絵を見てください。中央の盾と思われるものの中に、バフォメット、そして向かって右側にマリアが描かれています。羊イコールマリアということになります。が、その謎を解く鍵はこの絵の中にありました。もう一度この絵を見てください。手前にいる向かって左側の女性、向かって右側の男性、この二人はキリスト、そしてマリアよりもさらに上位の神ということになります。そして向かって左側の女性は手に直角定規とコンパスを持っています。つまりフリーメイソンのシンボルマークの、まあ、直角定規とコンパスと一致するということです。で、その謎を解く鍵がこの隠し数字ということになります。ここには1、2、つまり12という数字が隠し込まれていましたが、ここだけを見るとそのようにも見えるかなというふうに考えられる人もいるかもしれませんが、あのアゴスティアーノ・ヴェネチアーノも自分の絵の中に隠し数字を書き込んでいました。左から1、5、02となります。02は読み直して20とします。15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。イナンナ・イシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を後に立ち上げます。ともかくもここには1502という数字が隠し込んでありました。同じ手法で、つまりはバサーリもそれに気がついていたかどうかは別として、バサーリの絵の中には12、つまり12という数字が隠し込んであったということになります。1212です。12はメソポタミアの神聖数によればニンフルサグを意味します。ニンフルサグ、つまり延期の姉でもあり妻でもあると言われている神です。右上はバビロニアで見つかったバウンダリーストーンです。境界石です。そのバウンダリーストーンの向かって右側、上から3番目にニンフルさんが表現されています。オメガマークで知られているニンフルサグです。神聖数は12です。つまりここに描かれているのはニンフルサグということになります。となると、その向かって右側に描かれているこの男性は誰かということになります。向かって右側の男性は誰かが、その謎を解く鍵が中国に残っていました。直角定規とコンパスに注意してください。その直角定規とコンパスを持った神、それが如家と福義ということになります。如家と福義です。つまり如家と福義の絵とここで一致するということになります。如家が持っているコンパス、
福音が持っている直角定義に注意してください。つまり除花福音イコールニンフルサグおよび延期ということになります。除花と福音はつまりは人間を改造し人間を創造した神ということになりますが、その二人の神がジョルジョ・バザーリの絵の中のつまりはテーマとこのような形で一致します。つまりはジョルジョ・バザーリの絵の中に描かれている二人の人物は、向かって左側がニンフルさん、そして中央に描かれているのが延期ということになります。なお古来より除花福音の下半身は大蛇の様子で描かれていることが多いのですけども、延期もまたレリーフによっては大蛇に描かれていることがあります。今ご覧いただいているのがそのレリーフ、あるいは円筒印象から起こした絵ということになります。同じような下半身大蛇の延期はエジプトでも見つかっています。下向かって左側はメソポタミアで見つかっている延期像です。まあ、このような形で四方八方から一つの事実へとつながっていきます。さらにこんな証拠もあります。ジョルジョ・バザーリの絵に戻ります。この絵の中央に描かれている人物、延期も延期と断言してよいわけですけども、この延期の腰のところに注意してください。透明の皮がめくれているかのように見えます。そうです、神秘がめくれています。もっと言えば脱皮している人間が描かれています。大変興味深いことにダ・ヴィンチも同じような皮膚を描いています。カーネーションと聖母子の絵ですけども、この中に描かれているつまりイエスの腰に注意してください。イエスの腰にもやはり同じようにと言いますか、同じような脱皮している皮膚が描かれています。つまりこれらの神々は脱皮するタイプの神であったということになります。つまり中央に描かれているのは延期、ギリシャ名プロメテウスということになります。そのプロメテウスの背中にはヒレがあったということです。つまりこのような形で1500年後のイエスはジョルジョ・バザーリという操り人形芸術家を使って、つまりは神々の系図をこのような形で私たちにメッセージとして残したということになるのではないでしょうか。またそう考えれば中央にイエスとマリアが描かれ、さらに手前にニンフルサングと延期が描かれているという意味も納得できます。ニンフルサングと延期はイエス・マリアの立場から見ればさらに上位の神ということになります。ついでですが、向かって左側がミケランジェロの絵ということになります。右がバザーリの絵ですが、いくら弟子であってもこのように一致するものかという疑問謎も残ります。まあ弟子でしたから似ていてもおかしくないということになりますが、しかしその向こうにあるアジェンダまで、つまり基本的な姿勢まで一致するということはあり得ることなのでしょうか。ともかくもここに描かれているのが向かって左側がバフォメット、つまりイエス・キリスト、そして向かって右側が羊マリアということになります。もう一つついでですが、この盾のようなものの左端に描かれている星のようなものは
何かについても考えておきます。この星のようなものを見てまず最初に思いつくのがプレアデス星山です。日本ではスバルと呼ばれています。マルドックの左上にプレアデス星山が描かれているとしたら、これまた大変なことになります。16世紀のヴァザーリには知る由もなかった星団、そしてその星の並び方ということになるからです。ここでは一応ペンディングということにしておきます。で、結論ということになります。ジョルジョ・ヴァザーリの描いた一枚の絵画、その中に描かれているのがニンフルサングであり、その右下に描かれているのが延期ということになります。となるとその向こうに描かれているのがイシュタール、マリアです。そしてマルドックということになります。延期の息子ということになっています。そして背中にヒレがあるということから、ここではラム族の一人であるということになります。が、その一方で延期は下半身が大蛇であったとも言われています。つまりサーペント族です。その様子を表しているのが中国の儒家と伏羲の絵ということになります。繰り返しになりますけれども、下はメソポタミアで見つかっている円筒印象から起こした、レリーフと思われる絵です。その中では延期は下半身は大蛇、つまりサーペント族として描かれています。このような形で1500年後のイエスはジョルジオ・ヴァザーリという画家を通して私たちに神々の系図を残したということになります。最後にもう一度おさらいしてこの章を終わりたいと思います。左上がニンフルサン、右が延期、下がマルドックとイシュター、つまりイランナ、つまりマリアということになります。マルドックイコールバホメットというふうにつながっていきます。そしてこの両者はゼカリア七神が説いているように対立関係に入ります。左は現在のフリーメイソンへとつながり、右は現在のローマンカトリックへとつながっています。続く動画をどうかご覧になってください。バイ。